どうも、岸崎です。藤井清水です。ということで、清水さんコラボ。はい。第4弾。4弾。4弾。ということで、今回はですね、清水さんのお店に、とうとう。とうとう来ました。いらっしゃいませ。はい。でもね、だから最近ですね、はい、皆さんなんで清水さんとこんなコラボしてるのみたいな。ああ、確かに確かに。ね、うん、ちょっと思ってる方、ちょっと数人はいるんじゃないかなみたいな。はい、実は言うとですね、はい、なんと清水さんと合同コップアップを開催。場所が名古屋です。名古屋。はい。2人でやるのはどんぐらいぶり？2年ぶりぐらい。いや、めっちゃ前じゃないですか。もちろん前渋谷でやったんですもんね、はい、結構調子良かったっすね。2、3年前に1回渋谷でポップアップしたんですけど、まあ、それ以来のちょっとポップアップしようっていうところもありまして、うん、まあ、ちょっとずつこう清水さんと絡みっていうのを増やしてまして、はい、うちのチャンネルでも清水さんって方を知ってもらおうというところで、はい、うん、ありがとうございます、はい、で、今度こちらの日程で11月なんですけども、はい、栄部ど真ん中ですね、はい、超いい場所、はい、イベントさせていただきますん でその時はうちの商品、僕の AIB の商品も並びますし、清水さんの、はい、ところも並びます。面白いよね、新品の。そうですね、 AIBN のちょっとこう古着テイストな新品と古着が並ぶ、はい、どっちも楽しめるっていう。でなので、まあ、ちょっとね、今9月で、うん、ちょっと先になるんで、商材はちょっと変わるかもしれないんですけど、はい、まあ、清水さんのアイテムをイメージしてもらうっていうのも込めて皆さんに見ていただけたらなと思いまして、はい、今回、まあ、清水さんのところで、はい、ちょっと3つほど、3つ、はい、この秋、はい、清水おすすめのコーデという形で組んでいただけたらなと思います。コーデを組む、はい、3つ、はい、大輝くんの方がおしゃれだと思ってるんだけど。いや俺が3つ、はい、はあ、そうですよ、はあはあはあ、どうする、新品のさ、はい、それもセレクトショップと古着屋さんの合同ポップアップじゃないですか、はい、今大輝くんが着てるものを使いながらなのか。それも任せます。任せる、はい、もうそこも任せて、僕が普段自分のピックをしない、やっぱ、はい、あるじゃないですか、はいはいはい、ピックしてるとね、はい、自分の傾向みたいなのあるじゃないですか。あります、あります。それじゃないのがやっぱ欲しい。ぽくないやつ、ぽくないやつというか、まあ清水さんらしいやつでお願いしたいんで。僕らしいやつ、はい、どちらかというと。え、いいの、こんな上下緑とか。いや、だっていいです。ある、はい、ありです。上下緑、はい、上下緑もありです。それは楽しいかもね、はい、そういった感じで、まあ、ちょっとコーディネートを組んでいただけたらなと思ってます。 OK、はい、です、はい、ということで、じゃあ早速お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。3コーデ、はい、まあまあまあ2か3ぐらいで大丈夫ですよ。はい、はい、やっぱそのね、無理してその失敗してね、来なくなるっていうのもね、やばい、可能性あるじゃないですか。はい、だからちょっと体型がね、意外と違うんで。確かに体型違うとめっちゃ難しいですよね。思いません？思う。僕もやっぱちょっと小柄の人のコーディネートってちょっとやっぱ難しいなと思うんで。はい、なるほどね。はい、え、ちょっと一回さ、試しにこれ着てみます。あ、レザージャケット、レザージャケット。いや、やっぱ清水さん、レザージャケット欲しいですね。11月はいいところですもんね、うん、安く買える。俺もその上にこれいけると思う、このままね。はい、これでも1、もしかして。もうサイズもいいじゃないですか。そう、これもうね、おお、いいでしょ。いい、これ1 これ1 これ1いいんですかね。え、だってさ、はい、もうちなみにこのアイテムはどういった。そのアイテムは90年代ぐらいのレザージャケットなんですけど、はい、めっちゃシンプルなんですよね、はい、超シンプルですね。そう、ファスナー閉めたらまた肥沃でちょっとモダンな雰囲気がありますよね。そう、なんかブランドものっぽい雰囲気ありますもんね、うん。どこにもタグがなくて詳細不明なんですけど、値段はどんぐらいなんですか。おそらく90年代ぐらいだと思う。あ、値段です。あ、値段、はい、値段はいくらつけてるか。2万から3万ぐらいってことですか。いや、そんなにいかないです。2万ちょいぐらい。おお、やっぱ古着の、うん、やっぱうちの店だと、ね、安いところでもやっぱ10万円ぐらいはするんですけど、 それでまあ2万ちょいぐらいで拾えるんで、うん、皮がね、質もいいんだよ、これ。そうですね、軽い。そう、柔らかくて軽い皮、いい感じ。もうこれで一着で本当にいいんですか。まずね、手始め、まず手始めに、その大輝くんのスタイルにハマりそう、はい、寄せていったパターン、はい、ちなみになんですけど、はい、僕はその、まあイレニサっていうブランドのスラックス、イレニサ、はい、はい、まあ結構綺麗なブランドなんです、はい、で、これがニットですね、はい、サッカージャージ系のニットに古着のレザー、うん、まあ、この合わせでいいですね。めっちゃありです、はい、ちょっとこう今年っぽさもあって、はいはい、
いい雰囲気ですね。いいですね。で、これ1と。これ1ということで。じゃあ、はい、こっから、もうちょっと、もうちょっとね、アメカジ。いや、そうっすよ。これもう、いっちゃいましょう。どっちかというと僕のスタイルですから。そうです。とりあえずね、こういうのもあるよ、みたいな。はい、こういうのもあるよ、みたいな。まあ、触りというか。はい、こう、全身じゃ次変えるぐらいの、ありかもしれないですね。じゃあ、パンツから探そうか。パンツから。サイズ、はまりそうなやつ。ちょっとね、うん。まあ、僕結構、ミリタリーは履くんですけど、はい、あんまチノ履かないんですよ。おチノどうすか、はい、チノ中心で。チノ行く、はい、そっか。え、ウエストどれぐらいですか。ウエストは、はい、まあ、32よりはいけるんですけど、はい、ちょっと太めに履きたいかなっていうのが33、4だったらまあ嬉しいかなって感じですね。33、4。結構じゃあ、常時ここぐらいあるんですか、シビさん。まあ、ちょっとね、古着なんで、はい、タイミング次第なんですけど、はい、でも頑張って集めてると。そうですね、あれば集めるようにはしてますね、うん、これ33ぐらい。あ、いいですね。あ、いいね。あ、まあ、レングスはちょっと長めですけど、そうす、ね、ちょっとロールアップして、うん、2折りぐらいで。じゃ、これまず1個目、まあ、まあ最後調整しますけど、はい、古いですね、67年 USMC、 いいやつですか。ですいいやつ、コットン。おー、結構いい値段しますね、はい、コットン100でっていうのがね、もうちょっと見つからなくなってて、スペシャルな、ちょっといいところですね。じゃ、これ1本でいきましょう。で、この上に何着るか。そうですよね、はい、チノでしょ。ちなみに、まあ、インナーにしたサーマル着てます。あ、ちょっと緩めのサーマルですけど、はい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 、これ、はいはい、まあ、これまあ使ってもなるほどね、はい、大丈夫です、これは。なるほど、ね、でもさ、ここで組むには、はい、ちょっと着ていってもらわないとさ、はい、あ、わかりました、馴染むか馴染まないか、わかりました、わかりました。じゃあ次にね、一旦これ着てみましょう。そうです、はい、まあ、確かにこれそのまま入らない可能性ありますからね。あ、確かに、こんな感じです。おーおーおーおお、いいんじゃない。はい、あ、すごいいい、いいですか。めっちゃいい、もうこれ完成みたいな。確かにね、この上に、え、どうしようかな。そう、この上だと結構何でもいきますよ。マジで何でもいけると思う。そう、何でもいけます。このシグさん、え、ダック、メルシャスとか着なくない。まあ、チェックスは着るんですよ、実は、はい、はいはいはい。でも、こういう、もうコテコテは着ないですね。いや、でも持ってるっちゃ持ってるいいよね。かわいい。着てみます。いや、これシミさんですね。めっちゃ俺パープル。これは確かにメルシャス買うってなって選ばないかもしれない。あ、本当ですか。この色だと。あ、マジで。はい、僕言うても、はい、赤系とか緑系が好きなんで。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっと逆に新鮮かもしれない。新鮮、新鮮。これ似合うと思う。はいはい。え、似合ってますよ。いいですか。はい。コテコテですね。コテコテ、まあ、靴もね、今日ちょうどこうメリタリーの、まあ、ジャーマンですけど、はい、履いてるんで、はい、これでまあ2コーデ目。じゃあ、はい、あれ、まあ、どうしようかな。あれ、でもこれじゃない、チミさんのコーデ。いや、マジでそれもう俺。もう僕っすね、はい、いいですよね。僕の綺麗な時の僕って感じ。綺麗な時のチミさん、はい、ということですよ。汚い時のチミさんと何。あ、それ今これ汚い時これ汚い時の僕。ちょっとあんま僕らしたらあんま変わりない。あ、本当ですか。色味のさ、トーンが綺麗。あ、そういうことですね。ちょっとクリーンな感じで、はい、で、これがじゃあ2コーデデメでいいですかね。そうですね。じゃあ、ちなみにこのシャツは、お、安いですね。うん、9000円タックス。年代はそれわかんないんですけど、多分90年代ぐらいなんじゃないかなと思います、はい、うん、これで2コーデ。はい、ちょっとこれじゃあもうちょっとね、個人的には、はい、ちょっとスペシャリティな感じの、スペシャリティ、はい、ある感じもちょっと見たいなと思いまして、はいはいはい、この上にかかってるのが一応スペシャリティなんですか。こう、そんなこともない、安いのも高いのもごちゃ混ぜになっているんですけど、これとかは結構いかついですよ、はい、これいかついですね。これはすごいいかつい。わ、かっこいい、うん、この汚れが。そうなんですよ、すごいね。これあの裏地がついてて、はい、ウールの裏地ですか。ブランケットってやつですね。そう、ウールブランケットで、まあ、50年代頃の50年代半ばぐらいのリーの、ジャケットなんですけど、うんうん、まあ、裏地に破れもなくて、もう側がいい感じになってる。でちゃんとワークで使われてる感があっていいですね。そうですね、これもいいですね。これも、ま、でもサイズも合うと思う。着てみました。はい、あ、いいですね。いい、これなんかサイズ感がすごいいいですね。そう、それサイズが50っていうサイズで、めっちゃレアね。フィフティーズ。そう、1950年代の多分半ばぐらいで、サイズ50より超デカデカ、超デカい。本来だともうちょっとやっぱコンパクトなんですね。Gジャンぐらいの雰囲気だと思います。はあはあ、じゃあ、あの半丈の、はあはあ、それが50だから、このちょっと今っぽい雰囲気というか。そうですね、はあ、いいですね。それいいっすよね、はい、これなんかいいですね、はい、でもなんか着てそうっすね。これ着てそうね、うん、
値段も結構やばいやつですよね、これだとね。まあ値段ちょっとうちとしてはいかつい方だね。いかついスペシャルな値段。まあ、うん、そうですね。まあでもね、フィフティーズのデニムで、じゃあリーバイス、そうですよね、なるともうさ、もうね、桁一個違いますよね。何倍以下になっちゃうから、程よい、程よく、程よく、このさ、50年代のデニムの質感を楽しむ分には、すごいいいと思う。このブランケットってやっぱあったかいですか？あったかい。あんまブランケットあるの着たことないですけど。あ、いいですよ。結構あったかいものなの、はい。でも真冬はいけないでしょ、これだと。もう一個中に必要じゃないですか。あ、でも、なんか、それで行っちゃう人もいる。いる、うん、気合ですよね。気合、うん、いや、気合すぎでしょ。この上に、これとか。いや、その中に。中に行く。要は、ネルとか。あ、はいはいはい。こっち系とかかまして、はい、で、これ。これ。上には行かないですか。上にはどうなの、行かないんじゃないですか。上になんかあの、もっついってるおじさんとかいないですか。あー、でもさ、そのサイズ感の上に、まあね、もうちょっとビタだったらいいかもしれない。確かに。じゃあ、これなんか下なんか選びます。この下。せっかくなんだったら。そうですね。はい。フードは絶対に合う。この辺とか、着てみます。はい、おー、やばいっす。これもね、色の抜け感がすごい。しかもなんかそんなに、あれですね、この腕ほっとくないから中いけそうですね。中いけそう。この味です。お、あ、めっちゃいいじゃないですか。いいですか。はい、これも熱々ですよ。冬越せる。あ、本当。はい。これいいっすね、うん、黒の配色した風で合わせると、はい、でちょっと引き締め靴とこう合ってくる感じですかね。そうですね。で、中もヴィンテージだとちょっといかつすぎるんで、はい、まあ程よく。なるほど。古着足見スタイル。そうですね、全体的に程よいヴィンテージ感というか。いいですね。とてもいいと思います、この感じで。はい、ちなみにこのフーディはいくらですか。それいくらでしたっけ。そんなにでも高くない。アンダー1万円。アンダー1万。アンダー1万全然。じゃあまあ全身20万ぐらい。あ、そう、そうですね。まあこれなんですか。ほぼそれ。まあこのスタイルは確かにいいですね。はい、結構まあがっつり古着が好きだよって方なんかは、うん、まあ、こういうスタイルも。そうですね。一つ逆にさ、大福くんが履いてたスラック、綺麗なスラックスとか綺麗な格好の外しで、はい、こういうのもありなんじゃないですか。あ、インナーに。いや、こういうジャケット。あ、ジャケットね。あ、これはもうスラックスにも合うと思います。そうっすよ、はい。だから大福のイメージが綺麗めなものの上にちょっと、そうす、こういうヴィンテージっぽい、はい、イメージです。そうですよね。で、この感じをもうがっつり今回おしんさんのスタイルにしていく、はい、感じですかね。いい、すごいいいと思います、この感じで、はい。え、実際どうですか。いや、この感じで、はい、いや、俺もうあれっすよ、新品屋で働いてなかったらこの感じはありだなと。なるほどね。いや、さすがにこれで俺のお店だったらあれ、間違えた。そう、間違えたってなるじゃないですか、絶対。はいはいはい。これいいですね。めっちゃいい。まあ、やっぱ何だからこのチノがいいのかもしれない。そう、チノは本当にマジ合わないものないっす。そう、だってなんか、おっちゃんのチノってこんなかっこよくないじゃないですか。うん、程よい太さで、うん、で、ノータックで、形が綺麗で、うん、こっちのよりやっぱこっちの方がいい。まあどちらもどちらの良さがあるけど、はい、僕はこれが好き。だからこれですよね。あ、これです。これ全部これってことですね。こっちはポロ。これはポロとドッカーズ。あ、ドッカーズ。はい。ちょっとクリーンですね。そうですね。またちょっと、もうちょっとなんていうか、きめ細かい感じ。光沢感。うん。もうちょっと、綺麗。綺麗ですよね、はい。はい。こっちはなんかこう、チノなのに武骨な雰囲気なんですよ。はい、ちょっとミリタリーと。ミリタリーって感じの。そうです。僕が一番好きなパンツですね。シリンさんが一番好きなパンツ、はい、そうです。でこれを必ずじゃあ持っていってきていただいて、なあ、頑張ります。触れても追加していただいて、はい。11月はなんとか、はい、だからこのまま本数も入れるって結構いいんじゃないですか。確かに、ね、サイズで。そうなんですよ、シノンみたいな。まあ、その時にちょっと揃えられてるかっていうのが、だからうちはだからこれにちょっとリジットのデニムとかね、はい、ああいいですね。違うのデニムジャケットとか、はい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 、合わせたりとかいいんじゃないですか。すごいと思うね。だから古着好きな人が見てあれみたいな馴染みがあるっすよね。いや、そう、うちの商品は、そうそうそう、まあ、半分ぐらいは結構古着系が多いですね。ベースになってるような、はい、結構相性、まあ今回そういうイベントなので、どちらかというと、まあもちろん綺麗なものも持ってくるんですけど、まあなるべくそっち系よりもちょっと増やそうかな、もうメインのところかなとは思ってます。結構前回も僕のお店を目当てに来てくださった方も大工くんの、あ、そうそうそう、ね、お店見てたりとか、はい、逆もしかりで、そうそうそう、結構楽しいです、はい、と思いますよね。結構いい雰囲気ね、気持ちだと思います。ということで、はい、こんな感じでいいですかね。ありがとうございます、はい。
ということで本日は以上になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。